もう最後の方ですね。ちゃんとできるかな。なんかできてるっぽいぞ。今回はね、スライサー、G2 ボックスという、これに無料でバンドルされている、層を分割する、モデルデータを分割して 3D プリンター用に変換してくれるソフトがあるんですけど、これでちょっと工夫をしまして、工夫といってもね、3D プリンターではちゃんとそういうノウハウがあるみたいなんですけども、それでモデルデータ、これ、まあ人物でね、人物データで、これを、まあ、そのまま出力すると、結構の重さがあるので、重さがあって、あと面積もあるので、このプレートに、この下の方について、でそれを剥がす、ための力が必要なんですね。でそこで剥がれたりすることがあるので、まあ、実際それで、僕も何度か失敗してるんですけど、でそれを防ぐために、重さ自体を軽くすると。でそのためには、そのソリッドな物体 の中身をくり抜いて空洞にしてくれるようなオプションがあるんですね。それもオプションを押せば、1.2 ミリの厚さに全て、空洞にしてくれて、でさらに、そのモデル自体を ある程度傾けると、そうするとその1回に処理する分が少なくて済むという、まあ、そういうメリットもあるんですね。という工夫をいろいろしながら、あと照射時間、これもデフォルトのものよりもかなり長くしてます。
まあ、そういういろんな工夫をしながらようやく、ここまで来れた。感慨深い。ついに来ましたよ、この時が。ドラマの SF ドラマのウエストワールドとか、あと攻殻機動隊、それぞれのオープニングでこういうシーンはあると思うんですけれども、お、終わったかな。こんな感じで、ベッドから、そして、ここの処理も終わりました。時間が、では洗浄の作業を始めます。まず大事なのは手袋をします。こちらがその出来上がったものになります。かなり大きいんだけどちゃんとできてますね。ではこれをここから剥がしていく工程に移ります。こういうところにね、サポートがされてます。浮きを使う。とりあえずこの辺は軽く紙で拭き取ります。トイレットペーパーなんですけど。
こんなんでもちゃんと拭き取れる。次洗浄ね。洗浄の液これを使いますか。これ入るかな、入んないんじゃないかな。入りませんね。どうしたものか。入る溶液を、容器をちょっと持ってこないといけないですね。ちょっと探そう。ちょっとその前に、余ったレジンを、この容器に戻さなくてはいけないですね。はい、もう手慣れたもんですけど。レジン頑張ってくれましたね、今回は。こちらも軽く、紙拭きします。今これ、洗面台でやってるんですよね。隣はお風呂で、お風呂の換気扇を回しながら作業してます。なので換気はちゃんとできてます。作業は終わったんで、電源をオフにしました。探しにこれ電源ボタンがあるってことに気づいてなくて、これをそのまま、電源コードを引っこ抜いていたという最低なことをやってましたね。さて、そしてもっと口の広い容器を探してきます。
ありました。この容器、台所の棚にかみさんが、多分何かで使ってたものだと思うんですけども、これを、あ、入った。この中に、これでいいのかな。あんまり噛んない。こっちが一時延長用のですね。なのでまずこれをこの中に注ぎます。で今、IPA の、溶液でアルコールの一種ですね。これで、レジンを、これねハケを使うといいんだよね多分ね。で1次洗浄なのでこれを粗く、粗く処理します。全身をお風呂に使ってもらう感じで、だいぶぬるぬるは取れたかな。じゃあ一旦これを戻して、どうしますね。そしてこちらに、二次洗浄用の IPA を入れます。容器が小さいので、こういう、このアルコールが跳ねないようにしないと。だいぶいい感じですかね。あんまりぬるぬるはない感じにまだ来たと思うので、じゃあ一旦これをもう一回戻します。はい、二次洗浄用のアルコール戻します。二次洗浄のようにこういうシールがついたものになってます。さて
これで出来上がりです。なんとか完成したみたい。であとはこれを、このサポートの部分をニッパーで外していく作業になります。なんかもう少しすでにいくつか取れてる感じがするよね。でちなみに、こちらが、作るのに失敗したものです。こういうものとかこういうものとか、それで最終的に違う、モデリングデータを使って作ったのがこちら。はい、アルコールの匂いが漂ってます。じゃあこれで、じゃあこれにて、終わりということで、お疲れ様でした。手袋を外すとき、どうやれば効率的に外れるんですかね。じゃあ、あとはこのゴミを捨てないとね。トイレットペーパーです。こちらね、はい、出来上がりましたフィギュア、これですね。でこれをとりあえず、一次洗浄二次洗浄までやったんですけれども、このあと、二次硬化、これができる時点で一次硬化、固める作業ですね、それはできてたんですが、二次硬化っていうのをやらなくてはいけなくて、でそれをですねやるための、まあ高級な高価な製品を先ほどアマゾンで宅配ボックスに届いてたものです。じゃあじゃん、これ、本当なんだ、どういう風になってる、これ、あ、こういう風になったのか。ここで引っ張って、でここに、ライトが、多分紫外線ライトですね、これが、結構たくさん
1、2、3、4本ついてますね。そしてこれが反射台で、これをこれをスライドさせるのかな。こういう構造になってます。そして、これをこれは何かと言いますとですね、ネイルアート、ネイルアート の, その指先をこの中に入れて、紫外線をそこに当てて、ジェルレジンを硬化させる、固めるためのものですね。まあ、ジェルネイルだけじゃなくて、レジンクラフト、これにも使えると。でこれ素材が同じなので、3D プリンターの光硬化型のものにも使えます。でね、同じエレゴーから、専用の 3D プリンター用専用の、そういう装置も、二次硬化用の装置も出てるんですが、それは6000円ぐらいするんですよね。まあそれも安いっちゃ安いんですけど、でこれも 3D プリンター、光硬化型の 3D プリンターを作ってる人が使ってる人がおすすめしてたので、まあこれもいいんじゃないかなと思って、使ってみることにしました。ジェルネイルの作り方とかも言ってる。これデザインネイル、レジンクラフト、おお、レジン液あるからこれ作ることできんだね、これね。シリコンモード。それで、肝心のこの装置の使い方は、あ、こっちか。あれ？どこにあるんでしょうか。今一瞬わからなかった。UV ライト。これ入れても硬化する。それ以外のオプションはないっぽいね。これでつけます。ついた。赤いボタンなんだろう。じゃあ入れてみますよ。はい、こっち、こんな感じで入ってます。どのくらいやるんだっけ、入れた後でどのくらいの長さでやるかっていうのを調べるという。3D プリンター二次硬化時間、これで検索。どのくらいの時間が必要ですか。硬化時間と温度は
パーツの形状にあります。フォーム2の分かりだな。光造形機の二次効果におすすめのネイルライト、あ、これが良さそう。二次効果にはネイルライトがいいと。120秒。120秒ってもう過ぎてるんですか。一応硬化させてみますね。コンピュータータイマー2分。2分のタイマーを開始します。二次効果の2分終わったんで、コンピューターストップ。ぬめりとかは取れてる感じですね。
じゃあもうこれを作業台にして、このサポートを取っていく作業に入りますかね。ちょっとライトが不足してる。これも取れてる。
そう、アクセスできるところが限られてるので、こうやって折っていかないといけないね。これですね、キャラクタークリエイター3っていうアプリの、ヘッドショットというプラグインを使って、神さんの、新婚旅行の時の写真を顔写真だけから生成したデータです。でこのデータを 3Dプリンターに、持ってきてスライスするデータがあって、それでやってみたのがこれですね。こういうデータになります。これがこういう風になるという。ね、なかなかよくできてますよね。はい、ということで、まあ、ちょっと南くんの恋人みたいに神さんをポケットに入れて出歩くことができるように
なりました。パチ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 。